はははい、えー、こんにちはトレーダーダのででですす、えー、それね今回は JT ですね、すねえー、日経14ですね、えー。実はですね、今日2800円でですね、えー、脱診買いをしまして、えーまあ、その理由というところでお話をしたいなと思っています。前半のところでですね、まあ、突月足から対局を見ていきたいと思うのと、後半の方で,ですね、まあ、今後の売買戦略、そのあたりをですね、えー、シェアさせてもらえればと思っておりますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。 でえー、とまあ打診買いしましたっていうような動画って、実は2回目の動画って、えー、と前回、花王の動画を出させてもらったんですね、でその時に、まだ侵害しましたよっていう話をしたんですが、まあ、その後、ですねこの横軸のですねネックラインのところをです、ね、今、抜けてきてまして、順調にですね利益を出せるような、そういった形にはなってきているのかなと思います。 まあちょっとね、えー、そちらの方も気になる方はですね、顔の動画、あどのくらいですかね、1週間か2週間くらい前だと思うんですけども、出しているので、ぜひチェックをしていただければ嬉しいです。で今日はですね、えー、JT ということで、えーまあ、この高値圏で、えー、買うのっていうふうに、ね、あの思われる方もいると思うんですけども、僕は結構ここはあの自信があるなと。 いうようよなところですで、えー、とまず、突き足からですね、じゃあ見ていきたいと思います。で、以前もですね、JT の動画っていうのは出しているんですけども、まあ、対局っていうのはそんなに変わってはもちろんいないわけで、えーまあ、直近でね、ここで見ますと、2022年ぐらいからですね、えー、上昇トレンドっていうのがです、ねえー、ずっと続いていて、まあ、一番そこをですね、2020年ぐらいとすると、まあ、この辺のところはね、ちょっとレンジ相場になってますけども、まあ、明確に上がってきたのが2022年の4月、春頃からっていうところで、まあ、約1年ぐらいですね、 ここの上昇トレンドしっかりととと続けているといるうところですねで今、直近頭を押さえつけられているのがこのラインですね、2800円のこの横軸のネックラインというところで、これだけのですね急落を伴ったところでサポートして機能をして、そこをですね2018年の大体年末ぐらいですかね、下割ったことを皮切りにです、ね、長らくこのラインというのは一度も実体ベースで超えれていないという、そういう水準になります。 でここでサポートとして機能した後ですね1回レジスタンスとして、ここのねネックラインの強さっていうのを試していますよね。でその強さを試した後ですねずっと下を掘った後にですねだい大体2022年の11月、12月あたりですね、2回上ひげをつけて、ですねもう1回試しているけども抜けられないと、そして3月にもひげをつけたけども抜けられないという水準で、この横軸のラインっていうのは非常に硬いというようなところになるかなと思います。 なのでこのラインというのはやっぱり何か、ね、材料がないとなかなか抜けないラインでもあるかなと思うとともにですね後輩と銘柄というところで、まあ、筆頭ですので来年、ですね NISA、ね、拡充がされるということで大量にです、ね、個人事業者じゃないですね個人投資家の 買いっていうのが集まるんじゃないかなというような銘柄というふうにもね、言われていますので、まあ、そういった買い需要っていうのがですね、えーまあ、来年以降、今年から来年にかけてですね、このブレイクをしてくるんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。 もうちょっとチャードしっかり見ていきますと、しわしですね、えー、見ていきましょう。これも前回同じことを言ったんですけども、横軸のラインでいうところ、2500円のラインですね。まあ、このところで、えーまあ、決算ですね、高、えー、決算を受けてですね、一気に上昇、増配ですね、えー、受けた後ですね、えー、今度は配当値ということで、ここまで下落をしてきていますというところですね。まあ、このラインというのは2500円のところで、えー、ここでもですね、一、えー、回実ィスタンスとして機能をしていて、サポートも確認しています。 ので、まあ、今後、ですねお中としても2540円、このラインというのはかなり強く意識をされるだろうというふうに思っております。さらに加えて、ですねこのネックラインですね、横軸じゃなくて、この斜めのね上昇トレンドのトレンドではないですけど、ね、ネックラインですかね、というところで、このラインというのも引き続き機能する可能性というのは十分高いかなと思ってます。 で、えー、と今ですね、この上昇トレンドラインに沿ってですね、えーまあ、順調に上を上げているというようなところになるわけですけども、やはりここのですね横軸の、ね、レジスタンス、ここはかなり硬いなというところで、じゃあ今後ですね、ここを割れるっていうことは、上にですねブレークできるっていうことはあるんだろうかっていうふうに考えたときに、まあ、僕は結構あるなというふうに思っていますで。それはテクニカルで見たときにですね、えー、4時間足で見ていきますと、 はい、こんな感じ、ちょっと一気に、ね、4時間して見ていくんですが、えー、この天井圏でですね、えー、逆三層っぽい、ぽいとあえて言っておきますけども、ぽい形っていうのを作ってます。で左肩がですねちょっと微妙なんですよね。どれを左肩とするかって微妙なんですけども、まあ、この辺が左肩と。そして、えー、中央のこの辺、最安ですね。まあ、ちょっとダブルボトムっぽくはなってますけども、中央の最安ねそして右肩。まあ、これも右肩もですねここで,ここで見るか、ここで見るか、どちらでもいいんですけども。 まあこのネックラインっていうのがある程度規定をされてきたなというふうに思ってます。 で、えー、天井圏でもですね、えー、このお逆三尊っていうのはあのできることっていうのは稀にあるわけなんですよね、まあ、基本的にはですねあの底根圏で下落、えーまあのですね反転、えー、ということで、まあ、よくですね、えー、できる形ではあるんですけども、こういった天井圏でも、まあ、できることがあって、まあ、今、右下あ、ね、斜めのネックラインっていうのがありますけども、これを上にブレイクすることで、ですね、えー、この逆三尊を見て、ですね買ってくる投資家っていうのがいるんではないかなというふうに思っている。そしてもう一つです、ね ですねえー、ちょっとサイズ的には小さいのですが、こっちは綺麗な逆三尊になってますね。左肩、中央最安での右肩ですね。まあ、ちょっとここ飛び抜けてますけども、まあ、これを無視すれば、横軸のネックラインというのが規定されていて、えーまあ、大きいです、ね、逆三尊と小さい逆三尊2つですね。直近でもこういうふうに作っているということを考えると、まあ、非常に混、ねえー、天条件であったとしてもです、ねえーまあ下で、下支えというのがかなり強いと、まあ、この水準ではしっかりとですね。 買われているあるいは売り込まれにくいそういった形っていうのができているのかなというふうに思っております。 でちょっと足が前後して申し訳ないんですけども、週足で見ても、ですね、えー、結構、ですね、えー、この上をブレイク,クする予兆っていうのは、だんだんでき始めているのかなというふうに思っております。で、その理由なんですけども、この配当値があって急落していますよね、でここの硬い水準、2540円、先ほどもご説明しましたけども、この水準で反発してからの値動きっていうのは、ですねやっぱり強いなと思ってます。 でここで,ですね、1本で要線要線で、2週でこうね上昇してきたあとですね、陰性につけてますけれども、まあ、反燃を戻せずですね、すぐに次の週には、小回しで、要線で一気に上昇、拡大ということで、下落が効率が悪くなっていますよね。こののの上昇に対してギラツの下落の 効率が悪いとそしてこの上昇に対して下落はですね、えー、1、2、3、4週かけて、えー、落としているんですけれども、その次の週で,ですね一気に上費要請つけられて、この、ね、下落分というのを一気に打ち消されていますよね。というところで、ここをね、ね、4540円をつけてからですね、えー、上昇優位、下落はあ、まあ、不利と、優、ね、位不利、有利不利というような感じで、えー、まあ、 一気にですね上に上げた後っていうのはダラダラ落としていくような、まあ、そういう展開そして今回ですね えー、先週足見ますと、まあ、陰線はつけてはいるんですけども、限、ま、定、あ、的というところで,で、今週またですね、えーまあ、金曜日、もうちょっとですね、実は相場終わるんですけれども、先週のこの下げ分っていうのはあ、まあ、ほぼほぼ打ち消せるような要線というところで、まあ、今までですよね、えー、前週の要線っていうのをしっかりとアウトサイドして、えー、陰線をつけていた。 こそうですね前週の要線をアウトサイドして陰線をつけていたということで、まあ、上昇した後はある程度下げていたんですが、まあ、今回、ですねこの下げに対してですねすぐに戻してきているというところもですねこのしがしベースで見てもやっぱり下げれば変われるっていう下げれば変われるっていうこの、まあ、いいサイクルっていうのが、ね、できているのかなと思いますので。 まあこれだけのね急ピッチで上げてきていても、ですねこの高値圏っていうのは、まあ、ちょっとやそっとでは崩れないかなというふうには考えております。であともう一つですね、えーと、これちょっとファンダの話にはなるんですけども、まあ、僕は結構ですね、あのファンダの中でもよく見るのが EPS になります。EPS というのは、まあ、簡単に言うと1株当たりの純利益ということになりますので、 こここですねこの列でちょっと小さくて見づらいかもしれないんですけども、今、JT のですね EPS を、まあ、2008年ぐらいからですね、えー、このページで出しているというような感じです。で、えっと、直近ですね250円ぐらいの EPS があります、1株当たりの利益ですね。で、えー、これ、ずっと遡ってみますと、まあ、一番高かったのが2015年の2月、これが270円ですね。でこれ、株価で見ていきますと、突、え、き、ー、足でちょっと戻しますね。 はい、えー、2015年の末なんで、えーっとここ、この辺ですね、この辺です。なまあ、一番高いところですよね、要はね。だいたい4800円とか、この辺をつけてきた時の水準ですよね。で、えー、じゃあ今どうかというと、大体いい今250円ぐらいですので、まあ、ちょっと前まで戻ると、どの辺の水準かなというと、2014年3月とか、まあ、2016年の末。 まあこの辺よりはいいというところですね。まあ、直近でいくと2016年の12月。この辺が近いですかね。250円だとね。まあ、この2016年12月よりいいという。まあ、そういうような水準があります。そうすると2016年の12月なので、まあ、この辺のですね、水準に3800円ぐらいは全然つけていてもおかしくないような水準かなというふうには思うんですね。EPS からすると。 そうすると、おまあ、増配とかもね、えー、この株主還元策もしっかりとしているこの JT ですので、まあ、こうやって見ると、おまあ、今は、ね、戻しはしていますけども、ま,あ、まだまだですね余力があるというか、まだ,まだ安値圏ですよね、月、えー、足ベースで見たら、まあ、そういうふうに考えると、今後、ですねさらなる上昇っていうのが、この値、ね、力からでも十分狙えるんじゃないかっていう、まあ、そういった想定っていうのをして、ですね、えー、ここで打診買いをしているというところです。で 一応、ですね、あのー、ちょっと勘違いをしてほしくないのは、ここから下がらないよということを話しているのではなくて、まあ、あシナリオとしてはです、ね、2500ぐらいまでの落下、ですね下落っていうのは十分あるかなとは思ってます。ただ、この下はもう大爆材料ないとないかなと思いますので、えーまあ、2500までは耐えるというようなところで戦略を取っています。なので、脱診買いていうのはそういうことですね。でえー、と次に狙うポイントは3200円のライン、それから3500円のこの2つのラインを。 まあ僕はシナリオとしてはここからですねブレイクしたところから狙っていこうかなとこの2つですねを狙っていきたいなというふうに思っていますでその理由なんですけれどもえしわしで見ますとはい えー、ここですね、えー、大体3200円のラインですね、えー、このラインっていうのは、あここでですね、えー、2回ですねダブルボトムみたいなのをつけて、えー、サポートとして、ね、機能しているラインでもありますし、えー、ここで,ですね1回急落をした後も、サポート、すみません、レジスタンスとしてですね機能していて、まあ、あこのサポレージ、ねえー、として、かなり長らくですね機能している、そういったラインになりますので、さすがにここはあのー、一定程度、ですね売りが入るかなと思います。 さらにここですね、3500円のラインっていうのは、この急落が走ったラインのところでもありますし、ヒゲでですね、ここでも押し返されているようなラインですので、まあ、この3500から、まあ、ちょっと広めに取ると、この3600ですね、まあ、この辺のラインっていうのも、一応ですね、えー、結構この辺はね、かなり硬い。 えー、サポートとして、ね、機能していましたので、まあ、この3500、3600前半、まあ、こういうところはですねかなり硬いかなというところで、まあ、これを上にブレイクするにはあ結構ですね、えー、EPS がさらに上がる必要というのがありますので、まあ、そこは業績次第というところになるかなと思います。はい、ということでですね、まあ、今日は2800円、この値段で、えー、僕は打診買いをさせてもらいましたという話をさせてもらいました。まあ、あー 結構ですね JT は注目をされている個人投資家の方結構多いんじゃないかなと思いますのでう、えーまあの鵜呑みにしな,しない程度にということではあるんですけども、まあ、こういったことを考えてですね、えー、僕も売買戦略を立てているということをです、ねえー、参考にしてみていただければなというふうに思っておりますそれではですね今日最後にちょっと一つ質問したいんですけども、まあ、この後輩と目柄 JT ということで、まあ、結構ね保有されている方もいると思うんですけども、まあ、今後ですねこの2 0 0 8 1 0 0円のこの横軸のラインですね。これを抜けると思いますでしょうかぜひですね、えー、皆さんのご意見、コメントでですね、お聞かせいただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。